医者さんどうも、いつもお世話になります。今回ですね、対馬恒雄さんという宇宙人と実際にコンタクトをしているコンタクトマンの方、そしてこの人はね、4回以上宇宙人の惑星に行ったことがあるらしいです。その方の紹介しようと思います。というのが、本棚の隙間から資料が出てきたんですよ。これは対馬恒雄さん本人からいただきました。宇宙名トパーズ・ルアルというらしいです。で、なんとね、フィリピンの大統領府直轄イーリスト国立大学スペースサイエンス学の名誉大博士というね、素晴らしい称号を持っていらっしゃいます。これがその証明書です。で、対馬恒雄さんが新宿かどっかでね、UFO を呼ぶイベントをやった時に UFO が現れたっていう証明写真がここであります。まあ、何が書いてるかわかんないんですけどね。はい、そしてこちらですけども、たけしの TV タックルに出た時のテレビ画像をそのまんま写真で撮って送っていただきました。その他ね、資料がね、結構私の手元にあるんですけどもね、すごいですよ。これね、すべて本人からいただいたんですよ。対馬恒雄さん本人から広島に来てくださった時ね、あ、マツコスの番組とかでも出てるみたいですね。で、こういった文章もいただいてます。で、これが TV タックルに出た時の写真ですね。これとかね、テレビに出た時の写真で、フジテレビの屋上でみんなで UFO を呼んでるところとかで、出てきた UFO がこれというね、なんか嘘っぽいですね。で、これはビリー・マイヤーっていうね、有名なドイツだったかな、ドイツの宇宙人研究者の方が写した写真ということですね。その他、いろんな芸能人の方に UFO の体験談を説明しているところと、撮影した UFO のなんかね、写真ですね。これもマツコさんと一緒に写ってるところ。で、対馬恒雄さんの名刺がこれです。すごいでしょ。名刺も拡大してね、渡してくれたんですよね。で、これは宇宙人の惑星に行った時の写真みたいなものかなと。もう説明忘れました、私も、うん、はい。で、これも自宅から写した UFO とされるものかなと。で、あとわかんないですね。これ対馬恒雄さんが開発した宇宙人とのコンタクトグッズで、なんか5万だか10万だかで売ってるんじゃないかなというところでございます。まあ、対馬恒雄さんのね、宇宙に行く旅費にしていただければと思うわけなんですけども、こういったものがね、私の手元にあります。まあ、おそらくね、トパーズ・ルアルとか、対馬恒雄で検索していただくと出てくるんではないかなと思いますし、結構ね、宇宙人の番組とかにゲストで呼ばれることが多くって、まあ1999年過ぎたあたりからだんだんこういうのってブームもなくなってきたじゃないですか、オカルトブームも。まあ、でもね、ファンがいると思いますんで、まあ、ぜひね、リアルな UFO のイベントとかを開くようでしたら、この宇宙人のコンタクトマン、対馬恒雄さんをちょっとお呼びになるのもよろしいかなと思います。この方はね、なんとですね、多分徳島のね、方なんですよ。徳島にお住まいなんで、鳴門美術館も近いと思うんですよ。多分地元の方ですよ。うん。だからね、結構ね、徳島って、UFO を捕まえた少年がいたりとかね、その少年は今ね、50代くらいだと思いますけども、もう UFO とか宇宙人にゆかりのある土地なんですよ。ですんで、ぜひ今度ね、NFT 鳴門美術館、こちらの方の、見学会をご予定の時は、UFO、宇宙人、こちらの方もね、抱き合わせでやるとよろしいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは、5月16日お会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。